古河市立上尾野小学校の実践の発表を行いたいと思います。ちなみに古河市立上尾野小学校は茨城県にあって、授業終わりに6年生にじゃあ日直挨拶って言うとこんにちはって言ってくれるような学校です。何が面白いか分かりますか今の。そんなちょっと話を聞いたり話をしたりというのが苦手な子どもたちが多い中で、タブレットをうまく使ってプレゼンテーションをする場面を仕掛けていくことで表現力が高まるんじゃないかな、表現力、思考力、判断力なんかが高まるんじゃないかなと思って研究を続けてきました。その成果を発表したいと思います。子どもたちに分かりやすく話をしなさいって言ったときに、論理的に話を構成しなくちゃいけないし、プレゼンテーションを行う場合どんな資料が必要かっていう組み立ても考える必要があります。そういった中で思考力が育成されるんじゃないか、いや必要とされる情報を、タブレットを使って収集したりして信用できる情報を選択しなくてはいけないというところで判断力が育成されるんじゃないかという期待を持って研究を重ねてきました。で、本校の主な取り組みとしてはプレゼンテーションって何なのかというのがまず定義としてなければいけないということと、それを行う場面をランクに分けて考えてみました。で、そういったランクごとにプレゼンテーションを取り入れた授業をやってみようということや、その際に思考ツールを使ったり、でさらにプレゼンテーションを評価するためにマスターオブプレゼンテーション制度というものを考えてみたり、でさらに職員にもプレゼンテーションの研修をやってもらったりということを重ねてきましたが、今回1、2、4番についてお話をしていけたらなと思います。その他気になった点や何言ってか全然分かんないという話があれば、サイトの方にアクセスしていただければ本校のアクセス数も増えますし、もっと詳細がはっきり分かるんじゃないかなと思います。まず本校で考えたプレゼンテーションの定義ということで、自分の考えを分かりやすく相手に伝える力ということで考えました。今皆さんの前で私は話しているんですが、こういった一人で出てきて全員の前で話すだけがプレゼンテーションではなくて、隣にいるペアの人であったりグループを組んだときに同じグループの人に説明をする、それを分かりやすく伝えるということを考えることが全てプレゼンテーションと捉えています。で、そうするとややこしくなってしまうのでランクを分けました。ちょっとピラミッド状にしたのはちょっと実践取り組みやすいかなということで、 C ランク、ペアで話し合いをするような場面、また B ランクがグループで、せっかく取り組んでるプレゼンテーション前で行うような場合を A ランクとして、だから私は今 A ランクでプレゼンテーションを行っているという状況です。で、C ランクは算数がいいんじゃないかなとかっていうのを考えながらランクを分けました。で、詳細このような表を作って授業作りの参考にしています。これもホームページの方、サイトの方に載っていますので、そちらで参考にしていただけたらなと思います。こういった場面を考えながら授業で取り入れてみました。で、研究1年目はとりあえずやってみようということで、プレゼンテーションが教科の目標を達成するために有効である場面、そんな教科や単元領域なんかあるかなということでとりあえずやってみました。で、実際やってみると失敗することもたくさんありましたし、やってみては子どもたち予想以上にうまくいったということがありましたので、それをしっかりと記録に取ろうということで実践し記録シートというものを作って、これは紙で職員がすぐに読めるような状態で保管するようにしました。だいたい私が試しにやってみた授業というのは大体この厳しいコメントが書かれてたりして、実際それが教科の狙いを達成するためにプレゼンテーション有効だったのかどうかということまで考えて記録を取っていました。で、こういった場面を考えながら授業を行って、子どもたちにどんどんプレゼンテーションを行わせたんですが、せっかくプレゼンテーションをやるんだから評価しなくちゃいけないということで、マスターオブプレゼンテーションという制度を考えました。マスターオブプレゼンテーションは、子どもたちのプレゼンを評価することも目的だし、その評価することを通して先生たちにも
プレゼンテーションの指導の視点が身につくんじゃないかなということを期待して考えました。またこのような評価を行うことで、認定するんですね。良い点数化して何点以上だったらとか、何々が達成できてたらということで、マスター・オブ・プレゼンテーションというのに認定しています。で、認定して表彰までするので、子どもたちは本校とても素直な子が多いので、やる気になって競うようにプレゼンテーションを行うようになりました。で、マスター・オブ・プレゼンテーションの表も現在作り替えで使っているところなんですが、これもサイトの方に載っていますので、参考にしていただけたらなと思います。これも実際子どもたちに見れるようにしていたり、先生方教員側も見ているので、指導の際に活かしているし、子どもたちも自分で作るときにこれをもとに作っています。あと友達同士で助言するときも、マスター・オブ・プレゼンテーションを見て、あなたの話に根拠が足らないとか、そういうことを言い始めます。一番怖いのは、こういった表をもとにビシビシ指導していたら、ちょっと話の長い先生に6年生が、先生早く結論を言ってください、結論を言って3つ根拠を言ってから説得をしてくださいなんて言ってて、誰に言われたんだそんなのって、薄井先生ですなんて言ってギクシャクしたこともあります。で、実際研究の成果としてはどんな場面ことがあったかっていうと、やはり子どもたちの伝える力というのは向上しました。また思考力も向上したんじゃないかなと思います。で、教員も ICT の活用する場面強制的に取りましたので、スキルが向上したんじゃないかなと思います。実際毎回毎学期アンケートを取っていたんですが、アンケートを取るごとに伝える力という部分で、子どもたちは自信を持つことができたという回答が増えました。同じ子の写真なんですが、最初の頃は下を向いて声もボソボソ喋っていたんですが、だいたい1年ぐらい繰り返してくると、朝の会とかで毎日スピーチやっていたんですが、繰り返してくると顔が上がってきて、声もはっきりとして、ジェスチャーなんかつけたりしてはきはきと喋れるようになりました。また資料も何書いてるか全然分かんない子がたくさんいたんですが、毎日見られているってこと、見ているってことを通して、学習でも通して見やすい資料っていうのを作れるようになりました。で、ここでも子どもたちはよくできるっていうことを自己評価として書いている子が増えました。で、最初スライドに書いてある文字を読むだけの発表が多かったんですが、徐々に箇条書きになったり、必要なキーワード一文字で表したりして、分かりやすく、さらに興味を引くような発表ができるようになったと思います。で、面白かったのが、2通りのアンケートのパターンがあって、常に上がり続け、評価、自己評価が上がり続けた子もいるし、途中で下がる子もいました。で、下がった子にどうしてかってことを確認したら、この課題を例えば相手が1年生とか低学年に伝えるのは難しくて、急に自信がなくなったとか、そういうふうにちょっと自分を見つめ直して、本当に相手に伝わったのか、伝わってるのかどうかっていうのを考えることができるようになったっていうことも大きな成長なので、この下がったってことがマイナスではないのかなと捉えることができました。で、さらに学校情報化診断システムってことで、先生たちに意識調査を行うと、ほぼ強制的に使ってますので、だんだん活用 の, 点数が上がってきました。で、最後今後の課題なんですが、子どもたちすごく喋れるようにはなったんですが、自分の意見を一方的に話をしていたり、話している人がその何が言いたいかっていうのを意識して聞くっていう場面がちょっと弱いかなと感じることが多いです。ですので、話し合いの場面などを多く取って自分の意見を言う、相手を聞くって、何だったら間を取って、なんかうまい具合の合意形成を取りながら結論を出すっていう学習活動が今後必要なのかなと感じました。もし不明な点はサイトの方にアクセスをお願いします。私の発表は以上です。